皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はルルアのアトリエアーランドの錬金術師4のファミ通紹介をしていきたいと思います。では続きのキャラクターを紹介します。フィックス、キャラクターボイスは畑野渉さんです。ひょうひょうとした雰囲気を持つ手品師で、冗談や人を煙に巻く発言が多く、真意が読めません。手品の腕は天下一品で、達人ですら彼の手品のネタを見抜けないほどです。大人には興味ありませんが、子供や、若者に優しいフィクスはルルアの成長の過程に強い関心を抱いています。続きましてニコ、キャラクターボイスは松岡義嗣さんです。荒波渡りのニコと知られて、アーランドで評判の船乗りでしたが、とある人物に船を壊されてしまって陸に上がらざるを得なくなりました。今は船の修理代を稼いで冒険者として生活しています。豪快な性格で頼りがいがありますが、言い換えると物事を深く考えていないということです。まあそういうキャラクターは好きですけどね。そして続きましてピアニャ、キャラクターボイスは秋山薫さんです。トトリのアトリエでトトリと出会ったことをきっかけに故郷を出て錬金術を知ったピアニャは、一人前に成長して現在はルルアの師匠として、錬金術の指導を行っています。面倒見が良くて教え上手ですが、弟子に意地悪を仕掛けるお茶目な一面もあります。では続きましてステルク、キャラクターボイスは小杉十郎太さんです。アーランドが王国だった頃、騎士として働いていたステルクはアーランド全域を守る警備団の団長として各地を巡っています。真面目で堅物な性格は変わっておらず、自制心を持ちながら働いていますが、時折胸の底にある熱い感情が現れることもあります。まあ熱血感ですね。多分もう結構なお年になってるんじゃない、お年なんじゃないですかね。まあ結構なお年なんですかね。成長かといいか老化した姿といい、老化を感じるような見た目ではないですけどね。まあ小杉さん自体がもうご高齢な声優さんですから、ご高齢と言いますか50代後半の声優さんですからね。50代なのかな。今50代なのかな。まあかつてキングアニメのドンキーコングでキングクルールの役を演じていましたね。まあ畑野渉さんはまあいろいろな声幅を持っているんですよね。まあ好青年とか乱暴な不良とか数えればコミカルな役とか結構いろんなキャラクターやっていますね。あと松岡義嗣さんは知る人ぞ知る人気声優さんですね。まあいろいろと松岡義嗣さんはもう本当いろんなアニメに出ていますね。ソードアートオンラインとかはたまた、そうですね、もう数えればもうキリがないですね。というわけで今回はこの辺でルルアのアトリエアーランドの錬金術師4のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。